非40戦団は太平洋戦争中の1944年2月に運行された日本の護送戦団の一つである。日本本土へ石油を輸送するためタンカーを中心に編成された重要戦団だったがアメリカ海軍の潜水艦の攻撃ですべてのタンカーを撃沈された。非40戦団の壊滅は日本海軍に衝撃を与え日本が 海上護衛戦術を大戦団主義に転換するきっかけとなった。南方作戦で順調にオランダ領東、インドなどの油田を占領した日本だったが、採掘した石油の日本本土への移送はあまり順調ではなかった。大型タンカーの多くが海軍の補給艦として徴用されてしまったことや、戦時標準線型タンカーの建造の遅れなどが要因だった。 1943年度の日本の石油需要を満たすには約360万トンの輸入が必要と計算されていたが輸入実績は1943年末の段階で185万トンにとどまっていた。日本は1943年7月シンガポールと文字を結ぶ石油専用船団である非船団を創設していた。非40船団の故障は 通算40番目の非戦団を意味する。石油の戦略的価値から重要戦団とみなされた非戦団ではあったが、護衛の実態は1戦団あたり、解剖艦か旧式駆逐艦1隻程度と脆弱であった。これは、長距離護衛が可能な護衛艦の絶対数の不足と、戦団編成の待機時間短縮のため5隻程度の小規模な戦団で小出しに運行していたことに起因した。 海上護衛装司令部などから、船団を集約、大型化して防御力を高めるべきだとの見解も出て、いたが、他の部門からは、船の運航効率向上のため船団を解いた自由航行を求める意見すら出ていた。日本にとって幸いなことに、アメリカ海軍の通商破壊による被害は1943年末頃まで、港田資源航路では、あまり生じていなかった。これは、 アメリカ海軍の潜水艦兵力不足や、巨雷の不調などが理由だった。だが、アメリカ海軍は1943年9月から、日本のタンカーを潜水艦の重点攻撃目標に指定しており、次第に潜水艦戦力が充実してくると、1944年1月には、タンカー9隻撃沈という、これまでにない戦果を記録した。2月3日にも、 非40戦団に先立って日本へ向かった非30戦団がアメリカ潜水艦の襲撃を受けてタンカー2隻を撃沈される大損害を出していた。非40戦団のタンカーのうち4隻までを餌食にしたアメリカの潜水艦チャック解剖艦占い神。本来の用途は国境警備で対戦能力が不足していた。非40戦団はシンガポールにて タンカー5隻と豪華客船あさま丸及び解剖艦占い紙を持って編成された。タンカーは1隻が1トルコリラ型、戦時標準タンカーの1万総トン級大型船、4隻が TM 型平時標準タンカー、1TM 型戦時標準タンカーの5船、総トン級中型船で、いずれも原油等を満載状態だった。護衛の占い守るは本来は、 北洋漁業の保護など国境警備を任務とする艦で戦時中に量産された改良型の解剖艦に比べると対戦戦闘能力はあまり優秀ではなかった。2月13日午後4時にヒヨンジュ戦団は出航した。戦団は輸送船を二列渋滞に組み、その前方を占い守るが警戒するという方式で南シナ海の中央を突破する航路を取った。 2月19日朝、南シナ海上を航行中の日40戦団は、アメリカの潜水艦ジャックに発見されてしまった。ジャックの大カース艦長は、魚雷攻撃を命じ、4時42分に2隻の目標に向けて、魚雷を3本ずつ、計6本発射。TM 型平時標準タンカーの南栄丸が、魚雷2本を受ける。動線は、大爆発を起こした後沈没した。また、 HTM 型戦時標準タンカーの国境丸も、魚雷2本を受け、北緯14度。戦団は震動を変えて、全速で退避したが、ジャックは先回りをして、戦団を待ち受けており、午後に戦団を再度発見したジャックは、同日1849、北緯15度46分統計115度57分、北緯15.767度統計115.950度、 15.767115.950地点にて2隻のタンカーに対して巨雷を4本発射。石油7500トンを輸送中の平時標準タンカーの和ズ丸、同じく平時標準タンカーの日輪丸を撃沈されてしまった。占い守るは残存船2隻を率いて台湾東岸まで逃れた。この間の19日夜から23日まで、 高尾へ向け南下中の非45戦団から分離した駆逐艦潮風が護衛に協力した。しかし、潮風が非45戦団に戻った後の2月24日0336、今度は別のアメリカの潜水艦グレーバックに発見された。敵潜水艦に気づいた浅間丸が警報を発し、1トルコリラ型、戦時標準タンカーの南国丸が威嚇のため、砲撃や、 爆雷投下を行った。グレーバックは零三四五に魚雷を発射、回避運動の回避なく、南国丸は二発を光り成し、北緯十四度二十分統計百二十二度二十五分、北緯2 4三三三度統計百1 2 2四一七度、二十2三三3 3 1 2 2四一七地点で積載油に因果ワクチンした。浅間丸も魚雷一本を受けて消破した。 なお、クレーバックも、無事に戦場を離脱したがその後に、行方不明となっている。損傷した、浅間丸だけとなった、非40戦団は、かろうじて、台湾の高尾に入港したところで、途中解散となった。解剖艦占い守るは、皇族の非42戦団に合流して、キールン港まで護衛している。非40戦団の壊滅は、積み荷の石油が届かなかったばかりでなくただでさえ、 不足がちなタンカーを消耗したことが日本にとって大きな痛手となった。同月17から18日にはトラック島空襲も重なり、1944年2月の日本商船の損失量は月初めの保有船舶の1割を超える非常事態となった。1944年2月に非30船団、非40船団と相次いで敗北を経験した日本海軍は、 海上護衛総司令部の発案に基づいて、非戦団の運用方針を大戦団主義に転換することになった。これは、戦団の運行頻度を減らして1個の戦団の規模を、大型化護衛艦,艦艇の集中を図る戦術であった。占い神のような一石だけの護衛艦の無力さが明らかになり、特にアメリカ潜水艦が軍王神作戦を採用しつつあることからも、1個の戦団に、 複数の護衛艦が必要と認識されたのであった。こうして、非40船団の苦い教訓を経て採用された大船団主義は、非63船団などのように、日本の船舶消耗をある程度不正でいくことになる。アメリカ海軍は、日本陸軍の船舶暗号通信を解読することによって、3月には本船団の損害状況を正確に把握していた。 本戦団攻撃の際に一隻でタンカー4隻を沈める大戦果を挙げた潜水艦ジャックはアメリカ海軍の潜水艦部隊内でジャックザタンカーキラーの異名を取るようになった。ありがとうございます。